動を開始してからちょうど30年、すなわち大人計画を旗揚げして30周年を迎えました。そして平成も30年、この30年が揃った本年に30歳と題し、30周年を記念した一大イベントを本日よりここスパイラルにて開催いたします。それでは皆様、お待たせいたしました。松尾鈴木さんはじめ大人計画のメンバーの皆様にご登壇いただきます。皆様どうぞ拍手でお迎えください。お名前を呼び出しますので、お一人ずつ来年の抱負を一言簡単にお聞かせください。ではまず最初に大人計画、主催失礼いたしました、大人計画主催松尾鈴木30周年、松尾鈴木さん、はい、はい、とか来年の抱負ですか。故郷に年老いた母がいますので、母の名に恥じない行いをし、最後の親孝行に務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、池津翔子28年、池津翔子さん、はい皆様ありがたい今回フラダンスを踊らせていただきます。で、その告知で池津50歳渾身のフラと言ったんですけど、すいません、49歳でした。まだなので来年は頭をこうシャッキリさせて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、伊勢志摩27周年、伊勢志摩さん。伊勢志摩です。今年でしないですね、来年50歳になりますので、何事にも本腰を入れて向かっていこうと思っております。何事にも本腰、よろしくお願いいたしますありがとうございます。続きまして、川田川彦27周年、川田川彦さん。はい、川田川彦です。来年娘が20歳になりますので、親の自覚を持ちたいと思っております。よろしくお願いしますありがとうございます。続きまして、工藤官九郎27周年、工藤官九郎さん。工藤です。いや、すいません。すいません、何も考えてませんでした。すいません。健康に気をつけて頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、宍戸みやこ27周年、宍戸みやこさん。はい。宍戸みやこ。10% 増量ありがとうございます。続きまして、阿部サダヲ26周年、阿部サダヲさん。おはようございます、阿部サダヲです。皆さん午前中なので、ね、皆さん緊張してらっしゃるんですけど、私は来年、NHK の大河ドラマに主演させていただきます主役をいただきます、よろしくお願いいたしますありがとうございます。続きまして、宮崎トム26周年、宮崎トムさん。宮崎トムと申します。来年は男子会に参加したいと思います。よろしくお願いしますありがとうございます。続きまして、猫背椿さん26周年猫背椿さんです。はい、猫背椿です。今回私は、100食以上のお弁当を販売、手作り弁当を販売させていただくんですが、料理以外に夢中になれるものを来年は探したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、皆川猿時24周年、皆川猿時さん。はい、来年の目標、阿部サダヲのバーターで CM に出たい、モテたい、痩せたい、以上です。ありがとうございます。続きまして、村杉セミノスケ24周年、村杉セミノスケさん。はい、24周年村杉セミノスケです。来年の抱負というか、来年勉強したいことはフリートークです。とても苦手なフリートークを勉強して上手になりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、田村たがめ24周年、田村たがめさん。田村たがめです。私は今回過去のモノローグをもう一度語らせていただきます。ちょっと今回明後日までにダイエット間に合わなかったので、来年は
身も心も引き締めたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして荒川よしよし20周年荒川よしよしさん。どうも荒川です。僕は来年実はまだ内緒なんですけどパシフィックリムに行けます。あ、嘘です。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして近藤公園18周年近藤公園さん。はい、近藤公園です。今年40歳になりました。もう劇団員で一番下がもうあの平山さん多分来年40歳なんでそんな劇団なんですけど、今風邪気味なんでとりあえず風邪を治して来年は風邪をひかないようにしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして平岩神18周年平岩神さん。あ、平岩神です。そうです、私も、30代最後の年になるので来年は変わらず穏やかに過ごせればなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上総勢15名の劇団員の皆様にお揃いいただきました。続きましてご挨拶を頂戴したいと思います。まずは大人計画主催松尾鈴木さんお願いいたします。はい、今日はですね、皆さんこんなにたくさん集まっていただきありがとうございます。30周年というイベントが、開かれたことをとても嬉しく思っています。今日はですね、生配信があったり、ネットの記事がいっぱい出たりということで、ここで何か言うといろんな問題が起きるがんじがらめな気分でがんじがらめです。何を言ってもがんじがらめです。とにかくあの、ここにいる全員、まあ、みんな見ての通りのおっさんとおばはんばかりですけど、この30周年という展示、イラストポスターなどを見て、この人たちの若い頃があったんだっていうね、それだけでも感じて帰っていただければと思います。あと、僕がこのメンバーとうちの、うちにいるタレントの似顔絵を無理やり描かされまして、それがグッズとして販売されますんで、せめてそれがいっぱい売れればいいな、胸がすく思いをしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして工藤官九郎さんお願いいたします。あ、工藤です。よろしくお願いします。僕は27年ということで、今さっき写真いっぱい見てきましたけど、やっぱ一生懸命やってたからでしょうか、ほとんど記憶がなかったですね。で、こんな人いたっけみたいな人がいっぱい写ってて、中には写っちゃいけない人も写ってますんで通報とかしないようにでも27年、僕は27年ですけど30年松尾さんと一緒にやってて、なんだかんだ言ってこうやって同じお揃いの T シャツ着て並んでるのがなんだかちょっと恥ずかしいような嬉しいような感じです。皆さん最後まで今年いっぱいやってますんで、あとトークイベントとか松尾さんのコンサートとか他にもいろいろありますんで、ぜひ、足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして阿部貞夫さんお願いいたします。今日どうもありがとうございます。本当にこうさっきも僕もちょっと会場見たんですけど、こんなイベントができるんだなと思って、すごいやっぱ劇団に僕は入れたことが嬉しいし、運が良かったなと思ってます。30周年続くなんて、僕も劇団って30周年すごいことらしいんですけども、そこにいられることはすごく嬉しいし、いろんな会場中にここのいるメンバーもそうですけど、他にも所属している方たちがちょこちょことこうぐるぐる回ったりとかして、なんかこのお客さんへの感謝の気持ちというか、ファン感謝デー的な触れ合えるような、そういう気楽に触れ合えるようなそういうイベントにしていきたいと思っております。いつもお世話になっているお客さんとかいらっしゃるので、そういう方たちに積極的に来年大河ドラマの主役やりますんで、そういった感じも含めまして、こういう挨拶になりました。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございました。それではテープカットに移らせていただきます。テープカットのお手伝いをいただきますのは劇団の中では、万年新人の近藤公園さん、平岩神さんです。それではお二人前へお願いいたします。
今回は代表で松尾鈴木さん、工藤勘九郎さん、阿部貞夫さんの3名様にテープカットを行っていただきます。それでは松尾さん、工藤さん、阿部さん、中央までお進みください。ご来場の皆様はテープカットの準備が整いますまでもう少々お待ちください。ではここ、ご準備よろしいでしょうか。ではまずスチール撮影のためにポーズをお願いしたく、片手にテープを持っていただいてテープをハサミに添えたままお待ちください。ではすいません、フォトセッションさせていただきます。じゃあセンターちょっと見てください。はい、ありがとうございます。後ろかぶってる人、ちょっと外に出て、ジュッともらっていいですか。ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。すいません、この辺もいいですか、お願いします、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、ごめんなさい、こっちください、はい、はい、ありがとうございます。こちらの方よろしいですか。あ、すいません、じゃあこちらお願いします。すいません、お隣このカメラもください、お願いします。右側よろしいですか。ありがとうございます。右側の方よろしいですか。お配りお見せいただけますか。こちらです、すいません、失礼します。大丈夫ですか。ありがとうございます。すいません、こちら、こちら側の方お願いします。こちらちょっとお願いします。まあ、はい、ありがとう。じゃあすいません、こちら隣お願いいたします。ありがとうございます。すいません、じゃあこちらお願いします。はい、ありがとうございます。その上こちらお願いします。はい、行きます。ありがとうございます。こちらお願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。次こちらお願いします。お取りいたします。はい、ありがとうございます。よろしいですか。じゃあスチールさん、すいません、ちょっとさせていただいて、ちょっとすいません、しゃがんでいただければと思います。ではムービーの方にもすいません、目線をお願いいたします。ではフォトセッションは以上と終了させていただきます。ではいよいよテープカットをさせていただきます。私がどうぞと申し上げますので、それを合図にハサミを入れていただければと思います。それでは30歳の開会です、どうぞ。ありがとうございました。それではここで登壇者全員で、フォトセッションを行わせていただきます。メディアの皆様はご準備をお願いいたします。はい、じゃあすみません、1列目の人ギリギリまで、すいません、1列目の方ギリギリまで下がっていただいて、2列目の方なるべく間から顔を出してもらってもよろしいでしょうか。3列目です。一番端の人、ちょっとだけ外に出てもらう形で、はい、川田さん、少し前に顔を出していただいて、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ちょっとセンターのおっしゃるから、すいません、すいません、こちらの方よろしくお願いします。何枚か撮ります。ちょっと笑顔でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、すいません、センターゾーンで目線欲しい方いらっしゃいましたら。すいません。よろしくお願いします。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。次の方、すいません、もちもちにっこりいただいてもよろしいでしょうか。こちらお願いいたします。はい、ありがとうございます。センターゾーン。お後ろお願いします。はい。すいません、猫背さん、少しだけ。はい、ありがとうございます。センターゾーンで大丈夫ですか。この前いいですか、お願いします。ありがとうございます。じゃあすいません、こちらください。すいません、すいません、こちらください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあすいません、こちらお願いします。ありがとうございます。すいません、このカメラ見てください、こちらお願いします。ありがとうございます。じゃあ後ろお願いいたします。慣れた方すいません、ちょっとしゃがんでいただければと思います。すいません、
とうございます。上手の方よろしいですか。それではこちらお願いします。ありがとうございます。すいません、こちらの方にありがとうございました。すいません、後ろこちらお願いします。ありがとうございます。下手側の方よろしいですか。大丈夫ですか。じゃあすいません、スチールさん、皆さんしゃがんでいただければと思います。すいません、続きましてムービーの方にも目線をお願いできればと思います。ムービーなので、手などを振っていただければと思います。動いていただければありがたいです。ありがとうございます。すいません。そうですね、じゃあすいません、左側からお願いします。はい、じゃあ次センターゾーンにも目線をお願いいたします。じゃあ続いて右側の方にもお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上をもちましてオープニングセレモニーを終了とさせていただきます。それではご登壇の皆様にご退場いただきます。皆様拍手でお送りください。